はい、皆さんこんにちは。米国弁護士のリッキーです。いや、始まりました、YouTube 動画。今回がですね、第1回目になるんですけども、見てくださっている皆さんありがとうございます。今回はですね、米国弁護士になる方法、こういったテーマでお話をちょっとしていきたいと思います。まず、僕に関してちょっと自己紹介なんですけども、日本で法学部をまず卒業しまして、その後アメリカの、ロースクールに留学をしました。その後、ニューヨーク州の司法試験を受験して、合格して、そしてニューヨーク州で弁護士登録をしたと、まあこういう流れになります。米国弁護士資格っていうと、まあ難しそうとか難関というイメージがあるんですけども、まあ、実際そのアメリカの中でもですね、難関と言われる資格の一つになってます。そして日本人もですね、最近トライする人が増えていまして、まあ、日本人だけではないんですけど、世界中から結構アメリカの弁護士資格をですね、まあ、取って、その資格を生かして、何かしら飛躍しようとか、スキルアップしようという、まあ、そういう人は多くなっているのが事実です。という感じですね、アメリカで米国弁護士になるためには、まず一つ目にロースクール留学ですね。二つ目が司法試験。これが必ず通らないといけない道ということになっています。ではちょっと具体的な話をしていこうと思うんですけども、アメリカのロースクールについてですね、なんと全米には200以上のロースクールがあります。学校によって特色がまた違ってくるんですけれども、例えば、そうですね、教授ですとか、まあどういう先生がいるかっていうのもだいぶ変わってきますね。それから学生の数とか、もちろん学生の、まあ、質とか、それから、まあ、アメリカ、国土がすごく広いので、地域によって非常に特色が変わってきます。例えば、西海岸ですね。まあ、西海岸、ロサンゼルスとかカリフォルニアとか、そっちの方はですね、どっちかというと、まあ、温暖な気候で、カジュアルな雰囲気がある学校ですね。東海岸、ニューヨークとか、ボストンとか、ワシントン DC とか、あの辺りはですね、伝統的な雰囲気がありまして、あと、まあ、気候に関して言うと、まあ、冬が結構寒いので、まあ大変な地域かなと思います。まあ実際僕もニューヨークに住んでいて、まあ毎年冬はですね、とても辛い思いをしました。まあただし、まあ教育の質がですね、すごく高い、地域ですので、勉強をする環境としてはとてもいいのかなと思います。それからアメリカの下の方ですね、南部の方に行くと、まあ気候が温暖というか、基本的に暑いです。それから物価はですね、南部に行くと非常に安い物価になりまして、学生にとってはですね、とても過ごしやすいというか、勉強する環境が整っているという地域になります。実際僕もルイジアナ州に留学をしていまして、まあ、家賃ですとか、まあ、食費とかそういうものはすごく抑えられるという、まあ、そういう傾向がありますね。じゃあちょっとアメリカのロースクールの学生の生活についてお話をしたいと思いますけども、ロースクールはですね、基本的に3年間通わないといけません。という感じで、まず1年目なんですけども、まあ、学生は基本的にそのまあ基礎的な科目を必修科目として1年目に勉強します。まあ、例えば刑法とか、民法とか憲法とか、まあ、そういう科目ですね。これを勉強します。2年目と3年目になると、割とまあ学生が好きな自分が取りたい科目を選んで、選択をして授業を受けるという、まあ、こういう流れになります。こうやってロースクールを3年間行くと、今度は卒業したらすぐですね、難関という、まあ、最後のステップ、まあ、司法試験を受けることになるんですけども、この司法試験なんですけども、基本的にまあ州、まあ、どこかの州を受けることになります。ただしこれはですね、ロースクールがまあどこにあっても自分の好きな州で受験することができます。例えばまあ、ルイジアナ州でロースクールを、修了しましたってなっても、例えばニューヨーク州とかカリフォルニア州とか、まあ、好きな州の、司法試験を受験することができます。まあ、この司法試験なんですけども、アメリカはまあもちろん広いんですけども、やはり人気な州と、まあ、そうではない州がありまして、一番人気があって受験者数が多い州っていうのがニューヨーク州ですね。次に人気なのがカリフォルニア州。まあ、この2つの州はとても、受験者数が多いということで有名な州になります。まあ、今アメリカの州の話をしたんですけども、受験資格、司法試験の受験資格に関しても、これも州ごとに
資格要件ですとか科目とか、これも異なってきます。まあ、自分がどの州の司法試験を受けるかっていうところで、必ずまあ受験要件を確認するのが重要になってくるのかなと思います。アメリカで米国弁護士になるためには必ず通る道として、一つ目がロースクール留学、次が司法試験、このステップを踏んで米国弁護士になることができます。という感じで米国弁護士になる方法を、まあ、ちょっとお話ししたんですけども、もちろんその州によって、司法試験の受験の方法も違いますし、またロースクール留学って言っても、もちろんこれアメリカの地域によっても違うし、学校によっても違うので、まあ、自分に一番ベストな方法を取るっていうのが大事なのかなと思います。まあ、選択肢は一つじゃないので、自分にとって一番、まあ、優先順位ですが大事なところをピックアップして、学校選びと司法試験の受験要件を調べて、ベストな道を選ぶといいのかなと思います。という感じで、まあ、米国弁護士資格なんですけども、最近非常に注目されていて、今後伸びるであろう資格と言われていて、これからもですね、とてもまあ評価される資格になってくると思います。もし今回の動画が参考になれば嬉しいです。そしてチャンネル登録といいねボタンの方もぜひお願いします。